皆さんこんにちは、もやしです。突然ですが、今私はニャンボコインを貯めてるんですよ。ただ今のニャンボが回したくなったので、大発行きたいと思います。え？いや貯めた方がいいだろ。回したくなったんだよー。単発で何かいいキャラが出ると信じて、回します。え？え？いや今回 SSS で爆死するつもりだったのに、いい引きだけど。まあ、多分使わないですね。ここで地味に運使った気がするわ。そういえば追加マップがまた来たじゃないですか。攻略動画作ってあげる予定。ではあったんですが、プニナンジャが倒せないんですよ。私のパーティーじゃ火力不足なんですよね。実際に見てみましょう。はい、こんな感じでボロ負けですよ。あと少しってわけでもないし、多分倒せないです。最終手段でバフスルーがありますが、攻略動画で使うのもあれかなって思ってるんですよ。ちなみに今回60秒以内なんで、1回倒せればいいんですよね。倒せない人はバフスルーおすすめです。最後に敗因でも語るか。このパーティー Z が2人いるんですよ。ダブで以上の種族効果持ってないんで、これで代用ってわけです。あと Z なので火力が出ないです。なので技はここに打ちません。つまりこの3人で技を回転させていく。まあほぼ不可能です。技ためもいないし。ということで1つ目の敗因は、技の回転終わってる。ってことです。そしてさっき言った通り、種族効果が Z みたいなんですよ。なのでダブで、トリゼの種族効果に比べステータスが下がります。これが火力不足、そして HP 入れになるってことですね。つまりステータス不足。これが2つ目の敗因です。次の3つ目の敗因は、まだあるのか、F 加速がいないことです。それも問題ですがさらに、ニャイトのサイズアップ、そしてフリスキルでフィーバー入りにくいです。これが3つ目の敗因です。ただいろいろ敗因語りましたが、一番問題なのはステータス不足ですね。じゃあ最後に負けて動画終わりにするか。X フォローしてください、フォローしてください、フォローしてください、フォローしてください。ということでご視聴ありがとうございました。